こんにちは。今日も相変わらず琵琶湖に出てるんですけど、一匹キャッチした。いいですけど釣りました。はい。えらい。もうねめちゃめちゃ寒いんですけど、まあなんとかライトリグですけどね。最近ずっとクランクとか巻いてたんですけど、やっぱりちょっと反応悪かったんで、今日はちょっとまあしっかり魚を釣って今の状態を確かめるっていう意味で。ライトリグもちょっと手を出して、ライトリグにするとやっぱり結構まああっさり釣れましたね。でそのまあただずっとライトリグでじゃあやったらいいんかっていうのではなくて、やっぱりクランクベイトとかでいい場所、その冬場に着くような場所をこう練習の時に探していって、クランクベイトで広い範囲を探して煮詰めていったところでライトリグをするとまあ釣れたという感じで、そので釣れなかった日もずっと最近釣れてなかったんですけど、でもやっぱりそのただ釣れないだけじゃなくて、こう魚場所を探しながらですね、見つけていけたんで、練習の成果がまあ出たかなという感じです。はい、ネコリグ、今日はネコリグです。色はなんかこんななんか冬っぽい色かなって自分の中では思ってるんですけど、まあまあカラーに関してはやっぱり皆さん好き好み、ね、あると思うんで、まあ好きな色を選んでもらったらいいと思うんですけど、まあねこんなやつで、ね、今年の冬はやってます。まあね厳しい中でしたけど、一匹やっぱ釣れたら嬉しいですね。今今年の冬ってすごいなんですよ、レンタルとかあんまり、まあ他のバスボートもあんまり出てないんですよね、はっきり言ってガラガラの状態なんですけど、でもそれでもね、やっぱりこうなんていうんですか、厳しい、まあ冬ですけど、その中でもこう頑張っていったら、やっぱりその冬の一匹に一匹は釣れるとね、やっぱり最高ですよね。はい、